能する一番可能性を持っていた頃の俺が来る。知らぬ者がいないほど轟いていたのだがね。あり方と来たぞ、ネアグレイ。お前はずっと膝を抱えて部屋の隅でうつむいていたろうが。でもな、お前も聞くべき時だぞ。お前がどうしたいのかってな、言われなきゃ誰にもわからないだろ。実は師匠をみんなを守りたい。ケイチ君を殺して私の消えよ。あ、そうか、これは今年の親父の物語なんだ。幸せになるための努力が許されてる。もう一生一回の頑張り物語だから、することなく命を差し出す。俺の本気を今に見上げるか。そこで眠ってな。オールグレートソナット。嘘だよ。嘘だよ。同じんじゃないか。よし、終わったぞ。許さない。おや、そこまでってな。嘘だよ。じゃあ、真面目にやってもいいんかよ。今黙って。することなく命を差し出す。嘘だよ。お前の爆弾たちの7人しかない。レベル5の超能力者なのはよくわかってるけどさ、人を見下すような言い方やめた方がいいぞ。ほんと悪いが泣けている気はない。どうしたら、その通りの意識。俺の爆弾都市の7人しかない。
超能力者なのはよくわかってるからさ。ヒリクソ、人を見下すよ。お前の住んでる世界の方がいいぞ。まだまだ救いがあるってことだ。やはぁ、貴様は寝てるがよ。おやつ、お主は殺して。こんなつまんねえ結末で終わらせて変わるか。嘘だ、嘘だよ。相手だ、砂漠。おにゃ、そしてランケーにしろ。任せるか。今準備だ。よし、なんだよ。この子だ。よし、調子が出てきたね。終わったぞ。控え。
そこで眠ってな。タクト。おにゃ。よし、終わったぞ。今準備で。今日の神様。いや、なんだ。愛の魔剣。嘘だ。イマジンブレーカー。今日の神蔵さんはソフトバンクでバイオレンスです。まだまだ救いがあるってことを。カット捨ててやるってな。いや、なんだよ。盛り上げるか。嘘だ。イマジンブレーカー。など元より皆無だったと理解しろ。タクト。ステージ進めずに発射スタンバイ。ビクスバーナー。嘘だよ。嘘だよ。嘘だ。控え。そこで眠ってな。じゃあ、嘘だよ。終わったぞ。
遅すぎる。盛り上げるか。じゃあな、調子が出てきたね。お主は殺して、少し調子が出てきたね。おにゃ、嘘だ、かえい。よし、終わったぞ。そこで眠ってな。俺の本気を。遅すぎる。盛り上げるか。じゃあな。嘘だよ。よし、あんたが。俺の本気を。学園都市に7人しかいない。いや、何だよ。お前の能力者の勝ちだ。よくわかってるけどさ、人を見下すような言い方やめた方がいいぞ。ほんと嘘だよ。じゃあな。よし、終わったぞ。イマジンブレーカー。おにゃ。じゃあ、じゃあな。本物の神によろしく伝えてくれ。
Sun is under. そこで眠ってな。嘘だよ。
衣装だ。だよ。嘘だよ。でもその子を守りたかったんだ。胸を張って守れよ。
ことを嘘だ。俺にお前を賞賛などもとより皆無だけだと理解しろ。変わったが
そこで眠ってな。じゃあ真面目にやってみよう。嘘だ。黙って。眠ってな。よし、変わったぞ。お主を殺して、だったら二人で合格しようよ。てめえを呪い、私たち二人が一番きらめいていれば、この世界で合格できるよ。何というか不明のダンプ不幸つか、ついてもらえない。あの後で本当についてもらえない。そんなこと、そろそろ考えたことになかった。でも、くにゃー。まさかこの程度で俺のイマジンブレーカーを潰せるとか思ってんじゃねえだろうな。盛り上げるか、イマジンブレーカー。まさかこの程度で俺のイマジンブレーカーを潰せとか思ってんじゃねえだろうな。
支援しかない。お前の強い世界の超能力者なんだよ。まだまだ救いがあるってこと。今時の能力出すような言い方はやめた方がいいぞ。てめえは黙って。ルナは正しい努力をしているよ。人って幸せになるためにどれだけの努力が許されるのかな。ルナは死んだってすごいすごい頑張り物語だったよ。嘘だ。